はいどうも。 あのたまにボウリングに行くことがまあ友達とあったとして仮に。で、友達とほなボウリング行こうか。ほら10レーほな勝負しようか言うて、いやばそう、そらお前最初はまあ最初のお前10レはあれにしようで。言うて、3パックのおやつで靴も借りて、26で借りて。ほんで、それでみんなで、いやややいってやって。ほんで、まあ今日1回目は120ぐらいで、みんなほんだこれでちょっとハンデつけて、ジュースかけてやるかって言うて、ほんだら、よっしゃ、やろうかって言うて、やってやってて調子ええな。 あー俺、この前ま150ぐらい行けちゃう調子ええなって言うとき、こう、なんかボウリング5秒やって掘ろうかなーっていうときに、横のレーンの人もなんか掘ろうかなーみたいなタイミングしてて、こう、俺が、俺先掘ったらええか、こう、あ、横の人が掘ったのまたはええか、どうしようかな、どうしようかなって、俺、俺、俺,俺、俺掘った、あーなんか、なんか、ってなる皆さん、こんばんは。<laughs> 何これ <laughs>。大体何言うてるか分からん。 さあ、ということでね、えー、今回は第2回目になりますですね。テケテケという、まあ、ホラーゲームでございましてですね、今回で一応完結編といいますか、最終回ということになるわけなんですけれども、あのだからエンディングね、えー、見れるかというふうに思います。今回私は、まあ、こマルチエンディングですんで、まあ、複数のエンディングを皆様にお見せすることにはなりますが、まあ、はっきり言ってもうむちゃくちゃです。 ね、非常に簡潔にあのまとめられてストーリー一切わからないということになりますけれどもぜひねどれぐらいめちゃくちゃかっていうのをねあの、最後に見ていただければなというふうに思いますんで前回の続きからねご覧いただきたいと思います前回はまあハカるっていう友達が男友達みたいなのがおりましてね男友達言うても、まあ、主人公女の子なんですけどもで、まあ女の子がなんか駅のホームからなんか閉じ込められたほんでなんか家の方に行った懐中電灯を拾おうたほんでハカるっていうところのなんか家じゃないハカるのご近所さんの洋館に行ったほんでハカルどっかったほんでるどっか行きよった がどっか行ったなんか和室のおじいちゃんの家みたいなとこに行ったから私もそこ行こうかなみたいなとこで終わりましたのでねあのそこから今回はご覧頂ければなと思いますではご覧頂きましょうどうぞ何時代の家やねんこれちょっとこれちょっとユースしようこれ玄関これがおじいちゃんの家やんな多分なおじいちゃんの家で うわ、見てごらん。こんなんもうお前、京都福寿園とかしかないんちゃうこんなん、多分綾あやたか作るとこしかないと思うよ、ね、もうこんなん。今の日本に。現存せえへん。今の日本に。なんか言うの、同じこともね。何ここうーわー、見てごらん、こことかもう。こんなんするぐらいなら、壁作ればよかったのにっていうレベルのことしてるやん。これ何 インセンススティックやっていうのをおこうって英語でかっこええインセンススティックあげてくるわっていうほんだこれ今度これはでもこれでねなんていうか風情があるといいますか何んい言いますかねこういう家はやっぱもう見ることでどんなに私もいや田舎とはいえねこういう家っていうのはまあある意味困難は都会の方しかないのかもしんないね都会というかこう守れるようなこうはもう 顕微鏡でミジンコ見た時ぐらいある神絶対なんか封印してるやんこれでもかっていうぐらい封印してないこここれ違う「アマテオミ大神」って書いてんねんけどほんでこれはこれは荒れる神山大とか書いてるな全部逆やな何知らんけど字が全部逆向こう側から貼られてるみたいな感じで貼られてるわおあこれインセンススティックじゃんあこれこれインセンススティックや多分 これユースでこうちゃう。ほら、インセンススティック。ワンインセンススティックやん。これってちなみにセーブとかされているもののやつですかね。かどうかとかがすごい今気になってるんですけど、自分。これ、これ米米みたいよ、これ。うわぁ、こんな米や、なんやこれ。メメメ,メタル ピースオブメタルやって金属のかけら何かを粉砕したり壊したりするために使用できます他のアイテムと組み合わせることもできますクワやなもう察しが良すぎて困っちゃうぞおじさんやわ本気で昨日棒がファーってあったらそれでこうやるやろくっつけてクワにしましょうみたいなことやろ、うん、うわもう俺の読みが働きすぎて怖いもんクワバラクワバラはいインセンスはいインセンスインセンス これ、インセンススティックをまずここにこう入れるやろ。これでトゥーインセンスやろ。ほんで、このこっちやな。向こうはこはさっき奥見とこうこれ。奥、奥なんかいるいいひんよね。奥なんもいい日にな。てか、今のところ、あのー、もう何も襲われてないんですよ。ちなみに言うと。あ、なんかあった。尾行や。あかん。尾行があるってことは、これお前後ろに出てくるってことやな。こっちから、こっちから見るわ。 祖父は私に二階には立ち入ってはいけないと言っていました。彼はまソフウエ祖父はドアに鍵をかけ、その鍵を枕の中や壁の中など様々な場所に隠しました。私は何度も二階にこっそり忍び込みましたが、特に変わったものはありませんでした。なぜ彼が祖父が私をそこに上がらせないのか理解できません。問題はこっからう にもこうへんなこのゲームびっくりしたんじゃあんまりにも俺がうるさくしたからあ。あインセンス、インセンス。いや、ほら、鍵を隠していましたとか言うてるけどさ、これ多分こっちのことちゃうかなと思うな。こっちに行ったらええねんけど、テケテケが多まだ見てないから、全然進んでへんのちゃうかなと思うねんけどお。おわなった。こう開いたりするこれ。うわっ、っ。 うーわ、解いてもうてんねんけど、俺。あんなにやたらめったら封印してたやつ。うーわ、出た、もう。お前、同じカラクショょルやつちゃうけこれ。同じカラクショょルやつや、こいつう。うわ、お前、舐めとんの。これ、うわ、舐めとるわ、これ。これ動き出します、えー、って言っちゃうのまた、ほんで。お前、そんな大人が、お前、何回も同じ手にかかると思う。マジ。ほんまに、ほん、やめてほしい。本気で。もう、そう、分かったら分かったで、怖いに、ね。マジ。そう、ほん、いや、もう、うわ どうしよう。どれ動くと思う俺これやと思う。か。俺これ開けるやんか。ほんらこう並んでると思う。俺の方に向かってこう。なんかチェックメイトって感じにしそう。俺を。なんか枕の下。あっ、これこれ動かせるぞ。横ここにあった座布団。これほら。これなんかみんな動かせるっぽい。こいつ。ほら、これ。これでもう動かせへんわ、これ動。動かすっていうか、動かし方がわからん、これ。 でここに何かあるって分かってるけどこれをいかんともしがたい俺何やろこれ思わんこの座布団一枚何もできん俺何やろこれ今うわ不可解やとにかくここに何かあるわそれだけは分かった多分それは鍵なんよっていうようなことはパッと分かったけどあっちょっと待ってここ何かあるこれ シャープ、シャープなナイフや斧または石で作られた道具などを磨くために使用できますやって。なんやこれってことちょっと待ってよ。これ完全にこれ、あ、さっきの鉄のやつ、鉄くずかなんかこれ、あれ合わすんちゃうかだからこれをコンバインしてこいつ。ほら、なんかできた。金属のかけらなに、えユースシャープメタルやって。あ これで開けるってことか、座布団を。あれ、動かすんじゃないあん中に入ってるから、これで切り裂くってこと言ってんのか。お前らも切り裂くけどな。おじさんは。調子乗ってたら。おっしゃいくで。来,<る>来た。来る取ったらこんちは。これ取ったら行く絶対 逆に来てはよとか言うとでてくんちゃうか自分らな先生ほんだん行くぞもうもう来いへんねんな先生のとこにこう今もう最後のチャンスやぞ先生とこ来るとしたらいいねんな真ん中の子とかも来たい感じでうずうずしてるけどええー、ねなあほんだん先生行こうあほんだん先生行こうあほんだん先生行こうはよう来いよなんかマジ生殺し食らってる感あんだけど俺どうずっと来いへんやん このまんまこうへんかったらどうしようとさえ思うもんずっと <laughs> もうテケテケとか関係なくっていう感じだどうしようんこれおじいさんが入ったらあかんっていう2回やろうんこっちから来た感じこっちに行けばいい感じかあっぽいなこれ今ここでセーブされてんのかな俺なんかここでセーブされてるっぽい感じはするね あはいはい。あがっちり理解しました、今これ。これ襲われるとこっすわ。これ、なんでかわかりますこれ、ここ、しゃがんでこれ行かなきゃなんないでしょっていうことは、これ襲われるんすわ。この、このエリア内に入ったら、多分こう、後ろから来るなりなんなりして襲われるんすわ、これ。はい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 。OK です、OK です。OK です。 絶対来るからもう、もうほんまは,はっきり分かってる。もう絶対、これだけは絶対来る。こういう入り口は絶対隠れなあかんねんと、ほんで。うわぁ、何うわぁ、来たよ、ほら。リアルすぎるジオングみたいなやつ来た、ほら。<laughs> リアルすぎるジオングや、ほら。ま、いや、ジオングどうしたらいいのあ、あれ。見つかったあかんの。あかんねやろうな、多分もう行っちゃう、じゃあ。もう行っちゃうっていうかね。 あいつ見つかって、あ、ここなんかあるよ、これ。ここになんかお下ろすレバーっぽいのあるけど。これ、これ見てみようか。これなんだ。あ、これなんか開くぞ。これ、これ、これなんか開く。これな、何を、何を開けてんのかさっぱり分からへんけよ、俺。いいんかな。まあ、開けてみる一旦。多分何の意味もないとこなのやろうかな。来てへんよな。うわっ <laughs> 全然視野狭いわ。彼良かった。何がちょな、何が、何が開いたんかとか全然分かってなん,んけど。これでもぶっちゃこいつ見つかった、こ,こ見つかってこ,こっちからここやって行ったあかん。それで俺ちょっと恐怖を紛らわせられるような気がしてるから、できれば一回こう見つけてほしいねんけど、俺。どうジオングふッあいつ女やったんや。フ 待ってなんかベース出すぎた最悪やもう完全に1が2になってしもうてるやん今の状況これ何これあいつの視界に入らへんかったら大丈夫なんあのあの女の子の目に入ったりしたらとかそういうのないわけでもそこが全然わからへんけどあじゃあ,あいつは何無害ってこともうちょっと一回見回ってみるけどさもうここで何寄せんなあかんのかとかもあここになかあったまたこれあるわほら これをまだ下げてていけっこことこれが何,何をどうしてるかが全然分かってへんからなオッケーほらエリンギいったこれで最悪やあっかん見つかったんちゃうんこれう,ーだひだひだう,うわだだほらフェタフェタ言てるうわフェタフェタ言てるほら足が欲しいねんて なんかもうちょっとしたダジャレみたいになってるやん足が欲しいあっアコが開いてるアコが開いてるわみんなだ<く>しだ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 し,し,しうううんうん。よしなんとかなったえでもここ入ってら絶対何か起こるのでうわっ動くとこが挟まってるう,う,っくうんうんこれ,これが挟まってるからどうにか取らなくちゃって。 え、手で取れよ。えそんな硬いろうそくあるなんかで燃やすんやとは思うのよね、もう。これはもうなんかで燃やす一択やとは思うのだけど、ちょっとこ,ここが怖すぎるから、これ。ここ閉めるわ、まず。よしよしよし。これで閉めて、逆側行ってみよう。多分あこにいたってことはもうこっちにはおらへんから。うわ、おるわ。完全におる暮らさしとる。うんーわ、見てほら。何これもう。 うぅぅぅこことか見て。何これ。え何がわからん。え布何だ何がこれ。何がわからん。これが何かわからん。これ全然奥からんんでよ。うっあ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  もう私が誰か分かったでしょああああ何が起こってるかなんて知ってるはずああ数日前にお友達から都市伝説の話聞いたでしょああ私の名前はカシマレイコよまあ,あ,あテケテケっていう私の片割れの方を知ってるのかもだけど心配ないわよああ何もしないからただ静かに休みたいだけなの テケテケのせいでできないことなんだけど、片割れのあの子は私の中の怒りの部分なの。あの子この世界を離れたくないんですって。どこに向かってされてるの？あれが見つかるまで。あれって何？なあ、あの子の足よ。あの子に足がついて、もうテケテケじゃなくって、うん、かしまれいこって認めてもらえるまでよ。うん、どうやってどうやってあげればいいの？うん、どうやってあげたらいいの？外に小屋があるわ。 うん。いや、何の答えにもなってへんやん、ほんで。どうやって開ければいいので、外に小屋があるわはおかしいし、もうさっきのやつとかもう、もういいわ、ごめん、もういいわ。えー、嘘、まだこっからすんあかんの。おはようございます。おわ、もうまだこっからじゃん、これ、は うわ出たジオンゴやほらジオンゴのやつやん、ね、ここやもうこう来るやろこれめっちゃびっくりしたやからこれはもうまあもう寝起きやけどね今はうわあびっくりしたああそういうのびっくりするわはあ音や何が原因って音やった何な,な,なのよーあなた誰たなここから出して、うん、出してってお前が言ったんちゃうんかいいう私が誰か分かったでしょ、うん、何が起こってるかなんて知ってるはず うん、数日前にお友達から都市伝説の話聞いたでしょ、うん、聞いた私の名前はカシマレイコよ。あの子、この世界を離れたくないんです。ってあ,あれが見つかるまで。あれって何何あれってあの子の足よ。うん、あの子に足がついて。うん、もうテケテケじゃなくて、カシマレイコって認めてもらえるまでよ。何、うん、で怒ってんのどうやってあげればいいの外に小屋があるわ。 そうだでも戻ったら戻ったでお前鹿島麗子2つになるでほなお前言うてることわからへんわこの女のこ,こっちこっちの方なもう何もないやろこれ何もないとか何も起こらへんやろピースオブペーパー鹿島、えー、さんという名前が書かれた1枚の紙なんやって鹿島さんという名前が書かれた紙ああ なんかあれその名前、名前をつけてるってつけることに使うのかなもしかしたらほなで外に小屋があるって言ったら今からじゃ戻るってこと言ってんのそれともこっちはあなんかあっちにロウソクがあったんやろあれなでロウソクがへばりついてて、こっち俺,俺行ってへん気するけどこれはあこれまたあれあれちゃうあこれまたおこうちゃうこれこれだって消せへんやろえ 取ららなくちゃっていう意味がわからない、ね、取れよじゃあな。な、なんでそんな、手が汚れるからみたいなことを言うてんの手がれ汚れるからみたいなことを言うの今。ちょっとジオングさ、話聞いてや、ジオング。ジオングなんかこ、ここにな、お香の出たらあかんのよ、ジオング。なあ、知ってるお香どこにあるか知らん探してくれへん、一緒にお香。無理みたい、カレーには。 彼はそういうのって手伝う気などないみたいあっちまったうーわこんなところにアイテムあったしほんでちょっと待ってこれこれアイテムあったでことおいそこ戻っていいこれこっちこっち来るライターこれ火つけるんちゃうんこ,これこうちゃうんうーわやっぱなんか異なってるううっ、うんちゃうかうんうーわ出たこれ鹿島玲子の鹿島の方ちゃん 鹿島のほら鹿島の方やほら,ほら元気しちゃうなあ <laughs> <laughs> ほんでこっからやってみよう <laughs> あこっちにいる今度右側におるわ鹿島の麗子さん鹿島の麗子さんに見つかったらもうどうしようもないんかなあれそうなってくるとそもそもジオングの存在意義って何なんてなってくるんだけどなじゃあジオングいらんねんだけどなもともと あ、なんかあった。鍵イ K。K 取って、こちっちは右側行ってみるよ。これ左側に今いるから。うわ、ジオングいるやん、ほんで。もう最悪や、このタッグ。これがお前連邦軍のやり方か。うわ、ほら、連邦軍のやり方や、これが。もう病院行かんかかんねえって、今から。ジオング、お前が足が欲しい、足が欲しいとか言うたらね、俺は堅実に病院に行こうとしてるわけな。 だからお前も行けよもう病院紹介した沢井病院紹介したらほ沢井病などう東北上病院紹介したのかあ待ってでも鍵とか取ってることになってるこれこれもうか一回取ったやつは取っても取ってもやから取っても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 大好きよダーリンアイラブユーダーリンろどういう意味だよあれ取っても取っても取ってもってもずっと同じこと言うてんのあれあれ多分な意味が違うと思うね俺 俺一回新約ニーチェの新約じゃないけどな、考えたことがあってん。取っても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 っていうのは、うん、これ何あ、オッケオッケーオッケー,ーインセンススティックじゃん。インセンス。取っても取,取っても取,取り上げてもって意味やねん、まず。一個目は。一個目は取り上げても、二回目も取り上げても。まあ、だここが二個あると思うんだけど。三回目はでもドアの取ってっていう風に思ったんやねん。ドアの取ってな、わかるやろ 取ってもうやだからでさらに取り上げても取り上げてもどねドアの取ってもっていうふうに表を取ってみ取っても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 大好きよっていうこと何言ってるか分からへんけど早くクリアするわもうなんか今お取ってて肩痛くなってんけど俺ちょっと早めに行かしてもうてもいいおちゃうかここにお香をユースさせていただいて でもこれ1個じゃあかんよなさすがに2個はいると思うねんなでじゃあこの鍵をどこにレフトの頭文字が演じされてる鍵を使うところあ困ここあったここにな鍵あるおっしゃこれがライトっていうあライフやんだやっぱせんね小さな鍵がね小さな箱を開けるためにってことは箱を前提で考えた方がいいかなおっしゃ一旦これ左側って書いたレフトの頭文字とライトの頭文字のやつをこう一緒にするんちゃう あ、ちゃうんや。ええ。あ、ここやみんな。これやった。全然それ盲点やったわ。これ、レフトをここに使って、ほんで、同じようにライトもここで使って、これもらおうやろ。ほんで、こっちもこれもらおう。おっしゃ。これで、ここに線香をあと2つ置くやろ。 ほんなここが開きますって言うんで、問題はなんかこっから、まだなんかでも全然あるよな、これですぐクリアっていう感じではなかったよね、雰囲気。これでこう消せるやろおっしゃ来た。これはでもな、今、今あいつがおったから俺なんとかなってるけど、あいつじゃないパターンが出てくるんちゃうかっての嫌やねん。もうめっちゃ暗いやんなんや、知らんけど。 ああもうほらめっちゃうかめっちゃこれ嫌なんか何何持ってる俺アイテム関東ト島さんっていう紙持ってんねんなこの二つを使うとこが出てててとか出てく,くんだけどでけてけてくんでけてけてまずこの,この左はこの左はこれなんか閉まってる閉まってんのこれ閉まってるとかっていうことがもうなんか悪い腹立ってくるじゃあこっちはなんで力ずくにでも開けようとせえへんのか 不思議。何ほんのこの獅子おどし。<laughs> <laughs> こう <laughs> こ、こ、こんな獅子おどしあるこんなん見たことないけど、バーンなるんちゃうほんとだ。コンッとかじゃなくて、バーンなるであれ。うるさやばいお前、ご近所迷惑やわ、きっとあれ。びっくりした。あれ、わやと思った俺。一瞬。んうわあっこれ これははかるな、これ <laughs>。はかる <laughs> え、はは…かくん、これ。ああ、はかるくん、しっかりアイライン入れてたのにはかるくんどうした。はかるくん、どうしたはかるくん、足、足、くっつけたけよはかるくんに。ホールド S、ドラッグで、ホールド S、そうそうそう。はかるくんこれな、なにこれ。な、なにこれなにしてんのえなにしてんのか分からへんけど、これ。なんで勝手に S 押してるだけでずっともう進んでるはかるくんから遠くなっていってるけど、湯気出てるで。 あ見てここほらだいぶ新鮮やねんけど今はかるくんはかるくんこう上はつけんでええのあこれえでもここれえこれほんどうすんのこれあの女の子につけたら合わへんと思うでだいぶえゲルググみたいになると思うでちょ足がすぐご、ポッっぽッでかなると思うけど一回も見たことないにしてはガンダムについて詳しいやろ俺一回も見たことないこれがお供え用のテーブルっぽいねうん、うん 備えたよでお供えこれ猫の缶詰とかお供えしとくこれほんなこれできひんできひんか他は他なんかアイテムないかどうかああったあったほらこれで K 手に入れるんでこれで多分ねそ鹿島さんのあのー、張り紙みたいなのをこれこれこれにこれたなんか足すこれこれくっつけられへんほんなああくっつけられへんわ たぶん、多分これに、この黄色い紙を貼り付けるんちゃう違うこっちに貼り付けんのあ、違うじゃあ、いったここで終わりなのかなこれ。これはこ油って書いてるけど。ここ、これでいいのかなちょっとわからんかった。たぶんこれでよくないあ、向こうの鍵を手に入れたんかなじゃあ、俺。あ、開いた開いた、ほら。やっぱ開いたわ。ここなんや、これ。線路線路、あ ジャガージャガーや、ほら。That's a cute cat, huh? あ、おいさん、ごはげよ。おいさん、ほら。おいさん、ごはげるほら。い。おいさん、ほら。おさん、ごはげるわ、ほら。い。おいさん、ほら。おいし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 おいおいしおほら、おし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 おいし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 おいおいしおいしおいしおお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  何あの眩しいのほんでくるんかくるんかと思わせてこうへんねんけどえこれは何このままほんなら俺進んだいいのあの電車の方に行くんかじゃあ俺え変、ー、わってるんあええな何儀式は失敗しましたが猫はあなたを救いましたテケテケはまだ生きていますが あなたは逃げました。<laughs> どういうこと何にも解決してへんってことほんだならあちょっまたファインドディファレンドエンディングっていうの出てくるけどマルチエンディングモードってことこれどっからどっから始まる最後のあの足をさ光る,光るかなんかの足をもっとって持っていったときにその足をどうしたらいいかが俺全然分かってなかったでしょあこが多分問題やったと思うね なんか何も考えんと言ったけどあっちに電車の方にえこっからすんの俺おお違う明かりわけがないそうそうそうかりいや違う明かりわけがないっていういないそのなんか動詞にすんのをやめてごめん名詞をあの日は映画に行って、うん、映画はつまんなかったけど、うん、とりあえずは最後まで見たんだよね そんなアバウトの説明で納得いくお前もすごいけどな,な,るなの。なあ。洗濯機当たったけど今手本で <laughs>。な大丈夫あかるくん。<laughs> このちょびちょびちょびなんなほんで。オッケー、ここまで来たで。 ほんで、ここに、ど、ここのどこに、あ、こ、ここ,ことかかこことかにこれを、こう置くとかそういうこと。あこれでいいんちゃうこれ、ほら。これでもうアイテム全部使ったことになるよね。この鍵は左側の鍵やから、これでなんか、何万ダム何万ダム見たいなこれちゃうちゃうかなんか他のアイテムあるわけじゃないやろあ、あ、火ついた。なんか。あ、火ついた。火ついた。火ついた。あ、火ついた。たうん。これれで終わればいいんだけどあ、切れた。これで終わればいいんだけどやって。 ほんで、ここから出ればいいってことだからこう最悪あのセッティングをせえへんまんま出たら閉まってるうん開けてやんけせやから今あ、これセッティングをしたらこの猫がになんか,か,か缶をあげんでも大丈夫ってことちゃうほんまはあこで勘あげたやろあの勘をあげることによって猫が救ってくれたけどあほらグッドエンディング出てきた右下に実はオーバーレイで 儀式は無事に完了しました。テケテケが安心して休めるようになりました。良 <laughs> かったことみたいになってるけど、良かったことはないねんで、はかるく真っ二つなってるから。 さあ、とといいううこででねかかがだったでしょうかお送りしてまいりました「テケテケ」というゲームでございましたけど皆さんご存知だったんでしょうかね「テケテケ」という妖怪みたいなものをね私は初めて知りましたけれどもあの、このゲーム自体がねあの、今まで私がプレイさせていただいているチラズアートさんでというところのねゲームチラズアートさんのゲームかと言われればそうではなくてまあ、制作に協力しているというような感じ見たかったですけれどもそれでもやっぱりその片りというかね伺えるところがございましたけれどもやっぱこういうね 短いホラーゲームっていうのはサクッとプレイできてまだいいなというふうに思いましたしまあ今回は2日にわたってね私はお送りさせていただきましたけれども比較的恐怖も抑えられながらねやっぱこう久々の私のこう実況活動というものがやっとこう回転していくっていうところでございましたから非常にありがたい尺のねえ短いゲームでございましたね。 と言いますことで本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございましたよろしければまた違った生放送や動画でお会いいたしましょうそれでは皆様本日も一日お疲れ様でした